井上忠孝文化15年4月13日は、江戸時代の商人、天文学者、地理学者、測量家である。通称はサブローエモン、影湯。字は、古生、号は、東側。完成12年から文化13年まで、17年をかけて、日本全国を測量して、大日本宴会予知禅図を完成させ、国土の正確な姿を明らかにした。 1883年、造成4位。井上忠隆出生の遅延今日2年1月11日、上佐国山部軍、小関村の名主、小関五郎左衛門家で生まれた。陽名は三次郎。父親の神保貞恒は、武者軍、小包村にあった、酒造家の次男で、小関家には、婿入りした。三次郎の他に、男一人女一人の子がおり、三次郎は抜死だった。 六歳の時母が亡くなり、家は、叔父が継ぐことになった。そのため、婿養子だった父、貞恒は、兄と姉を連れて、実家の小包村の神保家に戻るが、三次郎は、祖父母の元に残った。尾関家での三次郎の生活状況については詳しく、わかっていない。当時の尾関村は、岩資料が盛んで、三次郎は、局が閉まってあるナヤの番人をしていたと伝えられている。 一方で、名主の家に残されていたということもあって、読み書きそろばんや、将来必要となるであろう、教養も教え込まれていたのではないかとも考えられている。10歳の時、三次郎は、父の下に引き取られた。神保家は、父の兄である、そうはじめが継いでいったため、父は当初そこで、居候のような生活をしていたが、やがて文家として独立した。 神保家での三次郎の様子についても文献が少なく、詳細は知られていない。三次郎は、神保家には定住せず、親戚や知り合いのもとを転々としたと言われている。日立の寺では、半年間そろばんを習い、優れた才能を見せた。また17歳くらいの時、スケチュータと名乗り、土浦の医者に医学を教わった記録がある。ただし、 ここで習った医学の内容はあまり専門的なものではなく余興の類だったと言われている。三次郎が流浪した理由について研究家の大谷良吉は父親が新たに迎え入れたまま母とソリが合わなかったこともあって家に居づらくなったからだとしている。このように三次郎が周囲の環境に恵まれず不幸な少年時代を過ごしたとする説は昔から広く伝えられている。 しかしこの見解に対しては、父や周辺の人物が三次郎のことを思って、各地で教育を受けさせたのではないかという反論もある。三次郎が生まれる前の漢方2年、下佐国家取郡沢原村にある静岡の井上、三郎江門家では、当主の長吉が、妻、民と一歳の娘、道を残して亡くなった。長吉の死後、井上家は、長吉の兄が面倒を見ていたが、その兄も、 欲としなくなった。そのため井上家は親戚の手で家業を営むことになった。道が14歳になった時、井上家の後取りとなるような婿をもらったが、その婿も数年後に亡くなった。そのため道は再び後取りを見つけなければならなくなった。井上や神保家の両方の親戚である平山東右衛門は土地改良工事の現場監督として三次郎を使ったところ、 三次郎は若いながらもいい仕事ぶりを発揮した。そこで三次郎を井上家の後取りにと進め、親族もこれを了解した。三次郎は形式的に一旦平山家の養子になり、平山家から井上へ向こう入りさせる形で未知と結婚することになった。その際、大学頭の林を取谷から、ただたかという名をもらった。 法暦12年12月8日に忠だと道は、婚礼を行い、忠だは、正式に、井上家を継いだ。この時忠だは、満17歳、道はは21歳で、前の夫との間に残した3歳の男子が一人いた。忠だは初め通称を元禄と名乗ったが、後にサブローエモンと改め、井上三サブローエモンタダタカとした。当時の沢ワと井、井上 井上忠孝旧宅忠孝が入り埋した時代の佐原村は、利根川を利用した周運の中継地として栄え、人口はおよそ5000人という関東でも有数の村であった。周運を通じた江戸との交流も盛んで、物の他人や情報も多く行き混じった。このような佐原の土壌は、後の忠孝の活躍にも影響を与えたと考えられている。 当時の佐原村は天領で、武士は一人も住んでおらず、村政は村民の自治によって決められることが多かった。その村民の中でも特に経済力が大きく、村全体に大きな発言権を持っていたのが、長沢家と忠敬が向こう入りした井の受けであった。井上は酒、醤油の醸造、菓子金魚を営んでいたほか、利根川水運などにも関わっていたが、 当主不在の時代が長く続いたために、事業規模を縮小していた。他方、長沢家は事業を広げて、苗字立て分けを許される身分となり、井上受けと差をつけていた。そのため井上受けとしては、家の最高のため、新当主の忠敬に期待するところが多かった。最例騒動忠敬が、井上受けに来た、翌年の1763年、長女の稲が生まれた。同じ年、妻、 道と前の夫との間に生まれた男子は亡くなった。三年後の名は三年には、長男の影高が生まれた。忠高は、井上家の主人という立場から、村民からの推薦で、名主貢献という立場に就いた。しかしそう入っても忠高は、まだ若かったため、はじめのうちは親戚である、井上と岩木の力を借りることが多かった。この時期の忠高は、 病気になって長い間寝込んでいたこともあった。新主人として親戚付き合いなど、気苦労も耐えなかったと推測されている。明和6年、沢原の村で祭りに関わる騒動が起き、これは当時24歳のただ高にとって力量が試される事件となった。沢原の中心部は、小野川を境に大きく、元塾と新塾に分かれ、祭りはそれぞれ年に一回ずつ開かれる。 井の家と長沢家のある元塾の祭礼は、小津天皇の祭礼で、当時は毎年6月に開催されていた。祭りの時は、各町が所有する趣向を凝らした出しが引き回される。ところが、明和3年以来、沢原村は不作続きで、農民も商人も困窮していた。そこで沢原村元塾の村役人3人は話し合い、今年は契約を心がけ、 豪華な出汁の飾り物は、慎むことに決め、町内にもそのように通達した。しかしその通達にもかかわらず、各町内はいつものように飾り物の準備を始めた。その上、出汁を引き回す順番についても、双方の町が一番に出すと言い出し、収集のつかない状態で祭りの当日を迎えることになった。このまま祭りが始まると、 大騒動に発展すると判断した村役人たちは、今年は出しを出さないと決定した。この時に各庁を説得しに回ったのが、名主公権という立場にいた長沢家の長沢、二郎衛門と井上家の忠敬であった。沢良村元塾は大きく、元塾組と浜宿組に分かれていた。忠敬と長沢は分担して、忠敬は元塾組の各庁を長沢は、 浜宿組の各長を説得し、ようやく各長の同意を取り付けた。ところが再令二日目、長沢家が説得したはずの浜宿組において金が破られ、出しが引き回されるという事態が発生した。元塾組の町民は、早速忠だ高を問い詰め、忠だ高も長沢家に赴き責任を追求した。 しかし元塾組の担当者はそれだけでは納得がいかず、浜宿組が出したのだからこちらも出しを出すと強行に主張した。ただたは、このままでは大きな争いになるのは必死で、町内に申し訳が立たないと感じたため、井上は長沢家と偽絶すると宣言した。偽絶とは、どのような状態なのかは詳しくわかっていないが、井上は、 長沢家と今後一切の付き合いをなくすという意味であると推定される。これにより、各町は出しを出すことをようやく取りやめた。とはいえ、沢原で、両家と言われ、富と名声を持っていた二つの家の技術は村に、とっても良くないと考えられたため、仲介によって、同年に、両家は和解することとなった。歌一件再騒動が起こった年の7月、ただと道との間に辞書。 死のが生まれた。さらに同じ年、忠だは、江戸に滝木問屋を出したが、翌年に火事に遭い、滝木の木マンだを焼くという損害を出してしまった。この頃、幕府では、田沼沖継ぐが強い力を持つようになっていった。田沼は、幕府の収入を増やすため、利根川流域などに、公認の貸し問屋を設け、そこから運譲金を徴収する政策を実行した。そして、 明和8年11月、沢原村も貸し運城を任務するため、名主、組頭、百商代は出頭するよう通告された。貸子問屋が公認されると運城金を支払わなければならなくなる。そのため沢原の商人や選手は公認に乗り気でなかった。そこで名主4人が江戸の環状方向所へ行き、佐原は、利根川から14、5町も離れていて、貸子問屋もないから、 運上は免除願いたいと申し出た。しかしこの願いは報告書に全く聞き入れられず、それならば、沢原には、貸し運送をすることは認めないと言われることとなった。これを受けて、沢原村では再び話し合い、その結果、それまで貸し運送に大きく関わってきた、長沢二郎右衛門、井上重左衛門、井上健之城、そして、ただたの4人が貸しど問屋を引き受けることになった。 ところが、その数日後、長沢二郎右衛門と井上健之城は突然辞退したため、結局、引き受けるのは井上茂左衛門と忠敬の二人だけになった。翌年、二人は願書を作って、環状方向書に提出した。そしてこの願書は方向書の怒りを買った。というのも去年の願書では、佐原は、利根川から十四五丁離れているとしていたが、今年の願書では、 利根川からに、山頂だとしていた上、以前は、貸し問屋がないとしていたところ、今度は、二人は、前から問屋を営んでいたなどと書かれていたためである。矛盾を追求された、沢良川は、昨年申し上げたことは間違いであったなどと言い訳を、したが、最終的に方向書から、前から問屋をしていたというのであれば、その証拠を出すようにと命じられた。 これを聞いた忠だは数日の猶予を願い出て、一旦さわらへ帰り、先祖が書き残した古い記録を書き集めて報告書に提出した。この記録によって、さはは昔から貸し運送をしていたことが証明され、忠だと重げざ門は公認を受けることができた。運上金の額は話し合いの上、二人で一貫五百分と決まった。ところが、同年5月、 沢原村内の剣三郎という者が自分も問屋をしたいと方向書へ願い出たため、その関係で忠敬は再び江戸へ出向くことになった。忠敬は剣三郎も問屋を始めたのでは自分たちの商いも減ってしまうし、村方も了承していないと反対意見を述べた。それに対して方向書の役人は剣三郎は自分一人に問屋を任せれば、忠敬、茂左衛門の運上金に加えて、 さらに毎年10巻分上納すると言っているので、二人も問屋を続けたいなら、運上金を増額せよと迫った。ただたかは返答の先送りを願い出て、沢良に帰った。そして同年7月、ただたかは村役人総代、船持総代らと共に出頭し、同じく出頭していた、県三郎と対決した。ただたかは、自分たちは村役。 村方の推薦の元問屋を引き受けたと主張し、さらに、県三郎については、多額の運譲金を払えるだけの財産もなく、過去にも問屋のことで問題を起こしていると批判した。村役人相談や船持ち相談も、ただたを支持した。そのため、ただたの主張が認められ、公認の問屋は、元のように二人に決まり、この問題はようやく解決を見た。運譲金の金額も、 一時は二巻分に上がったが、二年後には一巻五百分に戻った。この事件で重要な役割を果たすことになった井上家の古い記録の多くは、ただたかの三代前の主人である、井上影俊とがまとめ上げたものだった。影とは、沢原村や井上家に関わることをはじめ、多くのことを丹念に記録に残しており、その量は本にして百冊以上になっていた。 忠だはこの事件で記録を残すことの重要性を見に、染みて認識し、自らもこの事件について、沢原優香氏一件としてまとめた。また、先祖の影迎都市が多くの記録をまとめ始めたのは、隠居した後になってからのことだった。この隠居後に大きな仕事を成し遂げるという祖先の事例は、後の忠だの隠居後の行動にもつながることになる。 沢村名主へ貸しの一件が片付くと、忠だは比較的安定した生活を送った。安永三年、忠だたか29歳の時の井の受けの収益は以下のようになっている。安永七年には妻、みちと欧州旅行へ出かけた。これは忠だにとって妻と一緒に行った唯一の旅行となった。同じ年、これまで天領だった沢村は旗本の津田市の地行地となった。 ただたは、名主や村の有力者と、江戸にある津田市の屋敷に挨拶に出向いた。その時、名主五人と長沢二郎衛門は、浅野上下を着用していたのに対し、ただたは、上下の着用を許されず、屋敷内で座る場所も、差をつけられた。これは長沢が、名字立て分けを許された身分だったためであるが、商いが順調なのに、相変わらず、 長沢家と身分に差をつけられていることに、悔しさを感じた忠だは、長沢に対抗心を燃やすようになった。しかし、そのうちに忠だの待遇も上がり、天命元年、名主の東西門が死去すると、代わりに、忠だが三が36歳で名主となった。名主としての忠だ天命3年、浅間山の噴火などに伴って、天命の大飢饉が発生し、沢良村もこの年、 米が不作となった。忠だは、他の名主らと共に、自当所に出頭し、年貢についての配慮を願い出た。その結果、この年の年貢は全額免除となり、さらに、ご救い金として百両が下された。また、同じ年の冬になってから行われた利根川の堤防に、関する国役部審では、不審係を命じられた。忠だは、堤防工事を指揮するとともに、 鋼材を安く買い入れることで工事費の節約の面でも手腕を発揮した。一方その頃、妻、未知は重い病にかかり、同じ年の暮れに42歳で亡くなった。地頭の津田氏は前述のように、沢良村の年貢を免除していたが、一方で、井上家や長沢家に金の無心をたびたびしていた。そのため、両家は児頭に対して多くの貸金を持つようになり、 自党書や村民に対し、より一層の発言力を持つようになった。そして、忠だは、天明3年9月には、津田氏から、名字立て分けを許されるようになり、さらには天明4年、名主の役を免税られ、新たに村方貢献の役を命じられた。村方貢献は名主を監視する権限を持っており、これは、長沢二郎衛門もついている役である。こうしてただは、 長沢とほぼ同格の扱いを受けることができた。天明の大飢饉は浅間山の噴火以降、沢原村では毎年不作が続いていた。天明5年、忠敬は米の値上がりを見越して、関西方面から大量の米を買い入れた。しかし米相場は翌年の春から夏にかけて下がり続け、井上受は多額の損失を抱えた。周囲からは今のうちに米を売り払って、 これ以上の損を防いだ方が良いと忠告されたが、ただたかは、あえて米を全く売らないことにした。ただたかは、もしこのまま米価が下がり続けて大損したら、その時は、本宅は貸し地にして、裏の畑に家を建てて10年間質素に暮らしながら、借金を返していこうと思っていたが、その年の7月、とね川の大洪水によって、沢良村の農業は大損害を受け、農民は、 日々の暮らしにも困るようになった。ただたかは村の有力者と相談しながら、水煮を切って米や金銭を分け与えるなど、貧民救済に取り組んだ。各地区で特に貧困で暮らすにもままならないものを調べ上げてもらい、そのような人には特に重点的に施しを与えた。また、他の村から流れ込んできた不老人には、一人につき一日一分を与えた。 七夜にも金を融通し、村人が七入れしやすくするようにした。翌年もこうした取り組みを続け、村やその周辺の住民に米を安い金額で売り続けた。このような活動によって、沢原村からは一人の合社も出なかったという。天明7年5月、江戸で天明の打ち壊しが起こると、この情報を聞いた沢原の商人たちも打ち壊し対策を考えるようになった。 この時、皆で金を出し合って、自動所の役人に来てもらい、打ち壊しを防いでもらってはどうかという意見が出された。しかし、ただたかは、役人は頼りにならないと反対した。そして、役人に金を与えるならば、農民に与えた方が良い。そうすれば、打ち壊しが起きたとしても、その農民たちが守ってくれると主張した。この意見が通り、 サーラ村は役人の力を借りずに打ち壊しを防ぐことができた。ただたかが貧民救済に積極的に取り組んだことについては、村方貢献という立場から来る使命官、井上家や長沢家が昔から貧民救済を行っていたという歴史、そして農民による打ち壊しを恐れたという危機感など、いくつかの理由が考えられている。また、 井上受代々の名簿会式と共に商人としての利害特質を見極めた合理的精神がこうした判断を促したと考えられている。佐原が危機を脱したところで、ただたかは持っていた残りの米を江戸で売り払い、これによって多額の利益を得ることができた。隠居妻、未知が死去してから間もなく、ただたかは内縁で二人目の妻を迎えた。 この妻については詳しいことは分かっておらず、名前も定かではない。天命六年に、次男、修造、天命八年に三男、順次、完成元年に三女、ことが生まれ、妻は完成二年に二十六歳で死去した。一方、最初の妻、未知との間に生まれた、次女、死のも、天命八年に十九歳で死去した。完成二年、忠だは、先代範囲である。 桑原隆朝の娘、ノブを新たな妻として迎え入れた。この頃、長女の稲はすでに結婚して、江戸に移っており、長男、影高は青年を迎えていた。ただ高は、影高に家督を譲り、自分は隠居して新たな人生を歩みたいと思うようになっていった。そして、完成2年、児童書に隠居を願い出た。しかし、児童の津田氏はこの願いを受け入れなかった。 これは当時の津田氏は代替わりしたばかりの頃だったため、まだ村方貢献として、忠だかの力を必要としていたからである。自答書には断られたが、忠だかの隠居への思いは、なお強かった。この時忠だかが興味を持っていたのは、歴学であった。忠だかは江戸や京都から、歴学の本を取り寄せて勉強したり、天体観測を行ったりして、日々を過ごし、 店の仕事は実質的に影高に任せるようにした。完成3年には次のような家訓をしたためて影高に渡した。完成4年、ただたはこれまで自当所に金銭を用立てすることによって財政的に貢献したという理由で自当所から三人ぶを与えられた。ただしこれはただたにまだ隠居して欲しくないという自当所の思惑も含まれていたと考えられている。 翌完成5年には、久保木聖縁らと共に3ヶ月にわたって関西方面への旅に出かけた。ただたかはこの旅についての旅行記を残している。そしてそこには、各地で測った方位角や天体観測で求めた井戸などが記されており、測量への関心が伺える。また、久保木も最優日記と呼ばれる旅行記を残している。完成6年。 忠だは再び隠居の願いを出し、自答書は12月にようやくこれを受け入れた。忠だは家督を長男の影高に譲り、通称を影湯と改め、江戸で歴学の勉強をするための準備に取り掛かった。その最中の完成7年、妻、信は難山が原因で亡くなった。なお、完成6年に、佐原の橋本町の総大より、村役人及び村方貢献である。 井上三郎衛門宛に町内への便所の設置を求める願書が出されており、ここに登場する三郎衛門は忠敬から家督を譲られた影高であるとされている。ちなみに、現在の元橋元町にある公衆便所がこの時設置された便所の後ろ身に当たるという。忠敬と沢良尾の川沿いにある記念碑忠敬が隠居する前年の完成後年、井上家の商売の利益は、 以下のようになっていた。安永3年の目録と比較すると、ただは、井上家を再興し、かなりの財産を築いていた。この時の井上家の資産については、正確な数字は明らかでないが、完成12年に村人が3万両ぐらいだろうと答えた記録が残っている。この資産は30億から35億円ほどに相当する。ただし、井上家の状況は、 必ずしも順風満帆ではなかったとする説もある。井の受けが得意としてきた手造業の実績を示す。手造工は、天明の大基金後の天明8年には1480国を誇っていたが、今日は3年には600国に減少しており、ただたか没後の天保10年には、株仲間の記録に井の受けの名前は存在していない、すなわち廃業状態にあったことを示している。 これは、井の受けだけではなく、競合する長沢家も含めて、天明期の仲間35家のうち22家が、天保期に姿を消し、代わりに、天明期に存在が確認できなかった14家の、新興酒造家が名前を連ねている状況から、江戸幕府の度重なる酒株政策の変更に、井の受けを含めた旧来の酒造家が対応しきれなかった、ことが、背景にあると見られている。また、 貨幣経済の浸透は、旗本などの中小漁師たちに先納金、雇用金、漁師貸しなどの手段による貨幣の確保に向かわせることになった。先納金は年貢米を貨幣で前借することであるが、実際には貨幣による年貢徴収の口実とされて結果的には年貢米の輸送減少をもたらし、雇用金や漁師貸しは、井の受けのような地方商人への負担となった。また、 農村の疲弊は、井の受けから村単位への貸し付けの増加になって現れており、その中にはこれらの村が御用金や先納金を納めるための貸し付けもあったと見られている。さらに、井の受けの土地所事項を見ると、教法5年には52国7都余りだったのが、ただたの相続後である名は3年には84国1都余り、隠居後の今日は2年には145国1都余りと、 忠敬投手時代に急激に増加しているのである。これは金融業における七流れの増加とともに、忠敬が手造や輸送業に限界を感じ、土地の集積へと軸足を移そうとしていたことの現れとされる。実際に隠居後の忠敬が沢良に送った書状には、たな賃と他の収益ばかりになっても仕方がない。もし、古紙の感情も良くなく、未回収金が過分になったら、 手造も見合わせて、辞めるようになどと記しており、特に後継者であった影高が没した、文化9年以降には、手造業や運送業、領主菓子を縮小する意向を示している。しかし、地主としての土地経営も古作人となった農民との衝突を招くなど困難な状況が続いており、ただ高隠居後の文化年間に入ると、土地集積の対象を山林にも広げている。沢原の町は、 昔から大雨が降ると、利根川堤防が決壊し、大きな被害を受けていた。一旦洪水が起きてしまうと田畑の形が変わってしまうため、測量して境界線を引き直さなければならない。ただたは、江戸に出る前から測量や地図作成の技術をある程度身につけていたが、それは、こうした地で名主などの重要な役についていたという、経験によるところが大きい。 さらに、前述したように、祖先の井上影都市は隠居してから、膨大な記録をまとめるという仕事に取り組み、また、忠敬の家から川を挟んで向かい側に住んでいた、か取とりな彦も、隠居後に、江戸へ出て、国学者や歌人として活動した。忠敬も、この二人の生き方から、大きな影響を受けたと考えられている。井上忠敬住居後、弟子入り完成7年。 50歳の忠敬は、江戸駅、深川黒江町に家を構えた。ちょうどその頃、江戸ではそれまで使われていた暦を改める動きが起こっていた。当時の日本は法歴4年に作られた法歴歴が使われていたが、この暦は日食や月食の予報をたびたび外していたため、評判が悪かった。そこで、江戸幕府は松平信明、堀田正厚を中心として、 海歴に取り組んだ。しかし、幕府の天文方には、海歴作業を行えるような、優れた人材がいなかったため、民間で特に高い評価を受けていた、浅田合流一門の高橋義時と、相田重富に任務に当たらせることにした。義時は完成7年4月、重富は同年6月に出布した。ただが江戸に出たのは、同年の五月のため、二人の出布と時期が重なる。 海歴の動きは秘密裏に行われていたが、この時期の符号から、忠だは事前に二人が江戸に来ることを知っていたとも考えられている。その情報を元として、渡辺一郎は、忠だの三人目の妻、信の父親である、桑原隆朝を挙げている。桑原は海歴を推し進めていた、堀田正厚と強いつながりがあった。そのため桑原は、 おったから聞いた改歴の話を忠敬に伝えていたのではないかという説がある。同年、忠敬は高橋義時の弟子となった。50歳の忠敬に対し、師匠の義時は31歳だった。弟子入りしたきっかけについては、昔の中国の暦、十字歴が実際の天文現象と合わないことに気づいた忠敬が、その理由を江戸の学者たちに質問したが、 誰も答えられず、唯一回答できたのが義時だったからだという話が伝えられている。そして、義時に必死に懇願して入門を認めさせたとのことであるが、義時が多忙な改歴作業の中で入門を許した理由についても、渡辺は、桑原と、堀田正厚の影響を指摘している。一方で、今野武雄は、浅田合流の弟子で大名菓子の増谷小右衛門との、 つながりを推測している。歴学への取り組みで入りした忠だは、19歳年下の死、義時に指定の礼を取り、熱心に勉学に励んだ。忠だは寝る間を惜しみ天体観測や測量の勉強をしていたため、水保先生というあだ名で呼ばれていた。義時は弟子に対しては、まずは古くからの歴法、十字歴で基礎を学ばせ、次に、 ティコブラーエなどの西洋の天文学を取り入れている歴象構成上下編、さらに続けてケプラーの理論を取り入れた歴象構成後編と順を追って学ばせることにしていた。しかしただたかは、すでに樹字劇についてはある程度の知識があったため、樹字劇と歴象構成上下編は短期間で理解できるようになった。完成8年9月からおよそ1年半の間、 義時は、改歴作業のため京都に行くことになり、その間は、相田重富が指導についた。同年11月に、重富から義時に宛てた手紙の中では、井上も、後編の水譜がそろそろできこう。月食もできこうと記されており、すでに、歴象構成後編を学んでいた。天体観測忠敬は、天体観測についても教えを受けた。観測技術や、 観測のための器具については、茂富が精通していたため、忠敬は茂富を通じて、観測機器を購入した。さらには、江戸職人の王の矢五郎を、矢三郎親子にも協力してもらい、こうして揃えた器具で自宅に天文台を作り観測を行った。取り揃えた観測機器は、証言儀、形表儀、死で要求儀、死語儀などで、質量ともに、 幕府の天文台にも見劣りしなかった。観測はなかなか難しく、入門から4年が経った、完成10年の時点でもまだ義時からの信頼は得られていなかったが、ただたは毎日観測を続けた。太陽の南中を図るために外出していても昼には必ず家に戻るようにしており、また、星の観測も悪天候の日を除いて毎日行った。義時と歴法の話をしていても、 夕方になるとソワソワし始めて、話の途中で席を立って急いで家に帰っていた。慌てるあまり、懐中物や脇差しを忘れて帰ったりもした。ただたかが観測していたのは、太陽の南中以外には、緯度の測定、日食、月食、惑星食、生食などである。また、金星の南中を日本で初めて観測した記録も残っている。 長女の感動と再婚長女、稲の夫、聖衣門は、井の受けの江戸店を任されていたが、忠だは、聖衣門に、稲との離縁を言い渡した。この理由は定かではないが、森門が商売で何らかの不祥事を起こしたためだと伝えられている。しかし稲は、聖衣門との離縁を受け入れず、夫に従った。そのため、忠だは稲を感動した。ただし感動した時期については、 ただたか隠居後ということは分かっているが、正確には明らかになっていない。一方ただたかは、江戸に出てから、えいという女性を妻に持った。義時は重富に宛てた手紙の中で、この女性のことを、才女と愛い、見こう。素読を好み、四書五経の白文を、くもなく読みこうよし。三述もでき去るこう。絵図様のものでき去るこう。証言池の目盛りなど、 見事に出来去るこうと褒めたたえ、影湯は幸せ者だと綴っている。江戸で、忠だが行った天体観測についても、一人で行える内容ではないため、妻の手助けがあったのではないかと推測されている。A については、長年にわたり謎の人物とされていたが、1995年、この人物は、女流監視人の大崎坂へであることが明らかになった。A は、 後の忠敬の第一次測量の時は、沢原に預けられたが、その後は忠敬の元を離れて、文人として生き、忠敬と同じ文政元年にこの世を去っている。四五千一度の距離測定義時と重富は、完成九年に新たな暦、完成歴を完成させた。しかし義時は、この暦に満足していなかった。そして、をより正確なものにするためには、 地球の大きさや日本各地の経度、緯度を知ることが必要だと考えていた。地球の大きさは緯度一度に相当する四五千個長を測ることで計算できるが、当時日本で知られていた四五千一度の相当個長は二十五里、三十里、三十二里と、まちまちで、どれも信用できるものではなかった。ただたかは、自ら言った観測により、 黒江町の自宅と義時のいる浅草の歴局の井戸の差は1分ということを知っていた。そこで、両地点の南北の距離を正確に求めれば一度の距離を求められると思い、実際に測量を行った。そしてその内容を義時に報告すると、義時からは、両地点の井戸の差は小さすぎるから正確な値は出せないと返答された。そして、正確な値を出すためには、江戸から、 エゾチぐらいまでの距離を測れば良いのではないかと提案された。測量の許可ただたかと吉時が地球の大きさについて思いを巡らせていた頃、エゾチでは定政ロシアの圧力が強まってきていた。完成4年にロシアの特使アダムラクスマンはネムロに入港して通商を求め、その後もロシア人によるエトロフ島上陸などの事件が起こった。日本側ももがみ内。 近藤十三らによって、江戸地の調査を行った。また、堀谷助は、江戸地の地図を作成した。義時は、こうした北方の緊張を踏まえた上で、江戸地の正確な地図を作る計画を立て、幕府に願い出た。江戸地を測量することで、地図を作成する傍ら、四五千一度の距離も求めてしまおうという狙いである。そしてこの事業の担当として忠だたが当てられた。 忠敬は高齢な点が懸念されたが、測量技術や指導力、財力などの点で、この事業には、ふさわしい人材であった。義時の提案は、幕府にはすんなりとは、受け入れられなかった。完成11年から完成12年にかけて、沢良の村民たちから、それまでの功績を称えて、井上忠敬、たか、影高親子に、幕府から直々に、 名字立分けを許可していただきたいとの箱訴えが出されたが、これも、忠敬が立派な人間であることを幕府に印象づけて、測量事業を早く認めさせるという狙いがあったと見られているに認められ、忠敬はそれまでの児童からの許可に加え、幕府からも、名字立分けを許されることとなった。ただ、ただは測量中は、方位自身が狂うのを防ぐため、竹光を所持していたという。 幕府は完成12年の2月頃に測量は認めるが荷物は映像まで船で運ぶと定めた。しかし船で移動したのでは道中に四五線の長さを測るための測量ができない。ただたかと義時は陸路を希望し地図を作るにあたって線上から測量したのでは距離がうまく測れず入り江などの地形を正確に描けないなどと訴えた。その結果、 希望通り陸路を通っていくこととなったが、測量器具などの荷物の数は減らされた。同年うる4月14日、幕府から正式にエゾ測量の命令が下された。ただし目的は測量ではなく、測量試みとされた。このことから、当時の幕府は忠だ高をあまり信用しておらず、結果も期待していなかったことが伺える。忠だは、元白将、浪人という身分で、 一日あたり、銀七問目五分が手当てとして出された。ただたかは出発直前、江戸地取締りおようがかりの松平氏なの守忠明秋に申請書を出した。そこでは、自らの思いが次のように綴られている。私は若い時から数日が好きで、自然と歴史をも心がけ、ついには天文も心がけるようになりましたが、自分の村にいたのでは研究も思うようには、 進まないので、高橋作斎門の様のご門弟になって6年間中野生を出して勤めたおかげで、現在は観測なども間違いないようになりました。この観測については、いろいろな道具をも取り揃え、身分不相応の金も使いました。隠居の慰みとは言いながら、私のようなものがこんな勝手なことをするのは誠に愛すまないことでございます。従って、せめては、 将来のご参考になるような地図でも作りたいと思いましたが、ご大名様や、お旗本様方のご領内や土事業所などの土地に、マザオやケンラーを入れて、距離を測りましたり、大道具を持ち運ぶなどいたしますとき、必ずご役人衆のおとがにも合うことでありましょうし、とても、私どもの身分ではできないことでございます。 ありがたいことにこの度講義のお声がかりで江戸地に出発できるようになりました。ついては江戸地の図と欧州から江戸までの海岸沿いの諸国の地図を作って差し上げたいと存じますので、この地図が一万一にも講義のご参考になれば重ね重ねありがたいことでございます。地図はとても今年中に完成できるわけではなくおよそ3年ほど手間取ることでございましょう。ここでは江戸地だけでなく、 欧州から江戸までの海岸線の地図作成についても述べられている。このことから、ただたは最初から日本全国の測量が念頭にあったのではないかと考えられているが、その見解に対しては異論もある。出発、ただた一行は完成12年うるう4月19日、自宅から江戸地へ向けて出発した。ただは当時十五歳で、内弟子三人。 下男二人を連れての測量となった。富岡八幡宮に参拝後、浅草の列帰局に立ち寄り、吉戸北区で酒をいただいた。千時で親戚や知人の見送りを受けてから、欧州街道を北上しながら測量を始めた。千時からは測量器具を運ぶための人足三人、馬二頭も加わった。寒くなる前に、エゾ地測量を済ませたいということもあって、 距離は補足で測り、1日におよそ 40km を移動した。出発して21日目の5月10日、津軽半島最北端の民間屋に到達した。民間屋からは、船で、函館へと向かう予定だったが、山瀬などの影響で船が出せず、ここに8日間滞在した。9日目に船は出たが、やはり風の影響で、函館には着けず、真崎半島南端の吉岡に船を着け、 そこから歩いて、函館へと向かった。函館には、手続きの関係で発泊し、その間に、函館山に登り方くらいの測定を行った。また、下男の一人が病気を理由に暇を申し出たため、金を与えて、本州側の民間屋行きの船に乗せた。江戸地測量5月29日、函館を出発し、本格的な江戸地測量が始まった。しかし、エゾ地では、 測量器具を運ぶ馬は一頭しか使うことを許されなかったため持ってきた大砲をイバンは箱立に置いてくることにした。また初日は剣縄を使って距離を丁寧に測っていたがあまりに時間がかかりすぎたため二日目以降は補足に切り替えた。一行は海岸沿いを測量しながら進み夜は天体観測を行った。海岸沿いを通れない時は山越えをした。 江戸地の道は険しく、細くすらままならなかったところも多い。また、本州のような宿がなかったため、宿泊は会所や役人の仮家を利用した。難所続きでわらじもことごとく破れて困っているところに、目に入った会所からの迎え提灯は地獄にふっつのようだったという。7月2日。 ただたからはシャマニからホロイズミに向かったが、襟サ岬の先端まで行くことはできず、近くを横断して東へ向かった。その後薬を経て、全方寺から船で厚市に渡り、安根別まで歩き、再び船を利用して、8月7日に西別に到達した。一行はここから船で根室まで行き、測量を追う続ける予定だった。しかしこの時期は、酒量の最盛期で、 船も人も出すことができないと現地の人に言われたため、そのまま引き返すことにした。8月9日に西別を経った忠だは、行きとほぼ同じ道を測量しながら、岐路に着いた。9月18日に、江戸を離れて、民間屋に到着し、そこから本州を南下して、10月21日、人々が出迎える中、千住に到着した。 第一次測量にかかった日数は180日、内エゾ地滞在は117日だった。なお、後年に、忠だが記した文書によれば、エゾ地滞在中に、マミア・林蔵に会って弟子にしたとのことであるが、この時の測量日記には、林蔵のことは書かれていない。地図作成、事後処理11月上旬から、測量データをもとに、地図の制作にかかり、 約20日間を費やして地図を完成させた。地図制作には妻のエイも協力した。完成した地図は12月21日に下勘定書に提出した。12月29日、測量の手当として1日銀7問目5分の180日分、合計22両2分を受け取った。ただたかは測量に出かけるときに100両を持参しており、 戻ってきた時は1分しか残らなかったとの記述がある。ため、差し引きすると70両以上を、ただたか個人が負担したことになる。後世の試算によると、この時ただたかが負担した金額は、現在の金額に換算して1200万円程度であった。またただたかはこの他に測量器具代として70両を支払っている。ただたかの測量について、市の吉時は、 エゾ地で大法違反を使わなかったことについては残念だとしながらも測量自体は高く評価した。そして、アイダシゲトミアの手紙でこのように測ることは私が指図はいたしましたがこれほどきちんとやれるとは思いませんでしたと綴った。また当初の目的であった四五千一度の距離についてただたかは二十七余りと求めたがこれに対する義シの反応は残されていない。 計画へぞ地測量で作成した地図に対する高い評価は若年より、堀田正厚の知るところとなり、正厚と親しい桑原隆朝を中心に第二次測量の計画が立てられた。完成12年の暮れ、忠隆は桑原から第二次測量の計画を出すように進められた。忠隆は案を作成し、完成13年の正月に桑原と吉時の添削を受けた。 この計画は、行徳から本州東海岸を北上して、蝦夷地のマサキへと渡り、マサキで船を調達して、船を住めるように改造し、食料も積み込んでから、蝦夷地の西海岸を回り、さらに国知りからエトロフ、ウルップまで行くというものであった。途中で船を買うことにしたのは、蝦夷地は道が悪く宿舎がないことを見越したもので、用が済んだら船は売り払う計画だった。 また、測量器具を運ぶため、人足一人、馬一匹、調査を一佐をの持ち人足を要求した。しかし桑原が、この計画を、堀田マサツに内々で相談したところ、船を買う件と長持ちの件は書面には書かずに、口頭で述べる方が良いとの返答を得た。ただたかは、口頭で伝えたのでは計画の実現は難しく、測量は、不十分なものになってしまうと反発した。 しかし結局は、ただたは、桑原、義時と話し合った上で、船と長持ちの件はやはり口頭で伝えることとし、これが認められなければ、蝦夷地を諦めて、本州東海岸のみを測量するという案を出す、ことで納得した。最終的に、今回は、蝦夷地は測量せず、伊豆半島伊東の本州東海岸を測量する、ことに決められた。手当は、 前回より少し上がって1日10問目となった。また、道中奉行、環状奉行から先触れが出るようになり、この結果、現地の村の人々の協力を得ることも可能になった。伊豆測量、長子測量記念日今日は元年4月2日、一行は江戸を出て東海道を西に向かった。品川で、新類、知人の見送りを受けた。今回の測量から、 補足ではなく県縄を使って距離を測ることにした。一行は三浦半島を一周し、鎌倉では鶴岡八幡宮を参詣。さらに伊豆半島を南下して5月13日に下田に到着した。伊豆半島の道は断崖絶壁で測量が難しく、海が荒れる中で船を出して縄を張って距離を求めたり岩をよじ登って、 方角を測ったりするなど苦労を重ねた。荷物を運ぶのにも、牢を要したが、聞いた話によると、下田から、先の伊豆半島西海岸はこれに輪をかけて、大変だということで、ここまで持ってきた大砲を伊バは、江戸に送り返すことにした。5月17日に、下田を立ち、西海岸を回って5月30日に、三島に到着、ここで、義時によって、 江戸から送られてきた測量器具、両替車を受け取った。三島からは、東海道を闘進して、箱根の関所を越え、6月6日に、北品川宿へ到着。一旦桑原や吉時に報告した。本州東海岸測量、井上忠孝測量の石踏み、聖座石1814年、河西正日によって建てられた。 6月19日、一行は再び、江戸を立ち、房総半島を測量しながら一周し、7月18日に、調子に着いた。調子には急迫し、富士山の方角などを確かめた。また、調子で田中は病気にかかったが、すぐに回復した。7月29日に調子を出発し、太平洋沿いを北上していった。しばらくは、おおむね順調に測量できていたが、 8月21日に到着した塩釜湾岸は山越えができずに船を出して引き縄で距離を測った。さらに翌日に測量した松島やその先の釜石、宮古までの間も地形が入り組んでいる上に断崖絶壁だったためたびたび船の上からの測量となった。10月1日に宮古湾を越えて北上を続け雪に悩まされながらも10月17日に 下北半島のシリアに到着、そして半島を一周して、欧州街道、正木街道を進み、11月3日、民間屋にたどり着いた。ここからは、第一次測量と同じように、欧州街道を南下して、12月7日に、江戸に到着した。地図作成党田田た高は、江戸に戻ったが、5月に、下田から送った、大法遺反はまだ届いていなかった。ただは、 下田の宿主とな主に紹介を取り、荷物は翌年の2月にようやく届けられた。ただたはこれに対して、不届きのものなりと立腹した。地図は第一次測量のものと合わせて、大津、中津、小津の3種類が作られた。そのうち大津、小津は幕府に上呈し、中津は堀田正厚に提出した。また、四五線一度の距離は28.2ギと導き出した。 測量計画ただたからは、前回計画を立てながらも実行できなかった映像地の測量をやり遂げたい気持ちがあった。しかし、ただたかの立てた測量計画が幕府に採用される見込みは相変わらず薄かった。そこで、まずは内地の測量に従事した方が良いと判断した。今日は2年6月3日、ただたかは、堀田正厚からの測量命令を、吉時を通して聞いた。 測量地点は、日本海側の道の区、ミンマヤから越前まで、及び太平洋側の終わり国から駿河国までで、これと第一次、第二次測量を合わせて、東日本の地図を完成させる計画である。また、8月に起きる日食も観測するよう指示された。本測量では、人足5人、馬3匹、長持人足4人が与えられ、手当は60両支給された。これは、 過去に会よりも、はるかに恵まれた待遇で、費用の収支も、ようやく均衡するようになった。測量一行は6月11日に出発、欧州街道を進み6月21日に白川まで、たどり着いた。ここから、欧州街道を離れ、藍津若松に向かい、山形、新庄などを経て、7月23日に、野城に到着した。ここで、 8月1日に起こる日食を観測するための準備を整えた。しかし当日は曇りで太陽は日食が終わる直前にほんの少し見えただけで観測は失敗に終わった。8月4日に野城を立ち宇宙街道を油川まで進んだ。途中の広崎では宿の設備や対応が悪く、ただたかは役人に注意した。このように第三次測量からは ただたかが測量に協力的でない役人を叱りつけることがままあった。これは幕府の事業を受け負っているという自負が強くなってきたためだろうと考えられている。油川からは第1次、第2次と同じ道をたどり、8月15日に民間屋に到着した。ここから山陽市峠を越えて日本海側の小泊りに行き、そこから南下した。 9月2日から6日まで二手に分かれて、小川半島を測量し、9日からは、木坂田周辺を測量した。当時の木坂田は、入江の中に幾多の島々が浮かぶ、継承地だったが、ただたか測量の2年後に起きた木坂田地震によって、土地が隆起し、姿を全く変えてしまった。そのため、ただたかによって実測された、地震前の木坂田の記録は貴重なものとなっている。 その後、越後に入ると、海岸沿いでも岩山が多くなり、苦労しながらの測量となった。9月24日に、新潟、10月1日に、柏崎、10月4日に、今町に到着し、ここで、海岸線を離れて南下した。そして、追い分けから中山道を通り、10月23日に、江戸に戻った。地図作成等を江戸に帰った、ただたからは、 地図作成に取り掛かったが、今回の測量だけでは、東日本全体の地図は作れないため数のみ作成し、今日は3年に1月15日に幕府に提出した。また、今回の測量結果からただ高は、再度4、50001度の距離を計算し、28.2リという第二次測量の時と同じ値を導き出した。しかし、吉時は、この値は、 自分の想定していた値よりも少し大きいとして、ただたかの結果を信用しなかった。ただたかはこの師匠の態度に不満を感じた。そして、この値が信用できないというのであれば、それまで自分が言ってきた測量をすべて疑っているということではないか、ならば今後測量を続けることはできないと言った。義時はただたかをなだめ、なんとか次の測量の手はずを整えた。 第2本宴会予知前図第76図越後測量を。今日は3年2月18日、田田川義時を通じて、堀田正厚からの事例を受け取った。今回の測量地域は、駿河、東藤海、三河、尾張、越前、加賀、能登、越中、越後などで、また、佐渡にも渡るよう指示された。人足や馬は前回と同様で、旅費としては82両2分が支給された。 2月25日に一行は出発し、東海道を沼津まで測量した。沼津からは海岸沿いを通り、お前崎、厚見半島、北半島を回って、5月6日に名古屋に着いた。名古屋からは海岸線を離れて北上し、大垣、関ヶ原を経て、5月27日に鶴ヶに到着した。28日から鶴ヶ周辺を測量し、 その後日本海沿いを北上していったが、5月末から6月にかけては、隊員が次々とマシンなどの病気にかかり、測量は、ただたかと息子の修造の二人だけで行うこともあった。6月22日には、病人は解放に向かい、24日に一行は、加賀国へと入った。しかし、加賀では、地元の案内人に、地名や、屋数などを尋ねても、回答を拒まれた。 これは、加賀藩の情報が他に漏れるのを恐れたためである。そのため、忠敬は、藩の抵抗に遭いながらの測量となった。加賀を出て、7月5日からは、能登半島を二手に分かれて測量した。糸井川事件8月2日頃からしばらく忠敬は、病気にかかり、体調の悪い日が続いていた。そんな中、8月8日に訪れた糸井川藩で、糸井川事件と呼ばれるいざこざを起こした。 忠だたかはこの日、姫川河口を図ろうとして、手配を依頼したところ、町役人は、姫川、大河で船を出すのは危険だと断った。ところが翌日に、忠だたからが行って確認したところ、川幅は十0軒程度しかなく、簡単に測ることができた。忠だたかは、偽った証言で測量に差し障りを生じさせたとして、役人たちを呼び出してとがめ。 藩の役人にも伝えておくようにと言った。その後、忠だ一行は直越を通過して、8月25日に、二瀬に到着。ここで船を待って8月26日に、佐渡島に渡り、二手に分かれて島を一周し、9月17日に島を離れた。佐渡の測量によって、本州東半分の海岸線はすべて測量をし終えたことになる。 翌日からは内陸部を図りながら、帰路に着いたが、途中の6日町で、吉時からの支給の御用書を2通受け取った。糸井川での事件が、江戸の藩主に伝わり、藩主から勘定書に申し入れがあったためである。吉時は1通目の公式な手紙で、ただたかの言い回しは、ことさら御用を申し立てるようで画殺に聞こえる、もってのほかだと非難した。二通目の私的な手紙では、 今後測量できなくなるかもしれないから、細かいことにこだわってはいけないと、割合砕けた調子で注意した。ただたかはこれに対して、弁明の書を出した。その後一行は三国峠を越え、三国街道から中仙道に入り、10月7日に寄付した。寄付後、ただたかは、糸井川事件の詳細な報告書を提出した。吉時の力もあって、結果的にただたかは、 幕府から咎められることはなく、測量に支障を来さずに済んだ。義時の下田隆が寄付した時、義時は西洋の天文書、ラランデ歴書の解読に努めていた。この本には、井度一度に相当する四五千古帳が記載されており、計算したところ、忠だが測量した二十八点二里に非常に近い値になることが分かった。 これを知った忠敬と義時は大いに喜びあった。しかし、翌文化元年正月5日、義時は死去した。義時の死後、忠敬は毎朝、義時の墓のある玄空寺の方角に向かって手を合わせたという。幕府は義時の後継ぎとして、息子の高橋影康を天文方に登用した。日本東半部園海地図忠敬からは、 1> 第一次から第四次までの測量結果から東日本の地図を作る作業に取り組み、文化元年、大図69枚、中図3枚、小図1枚からなる日本東半部沿会地図としてまとめ上げた。この地図は同年9月6日、江戸城王広間でつなぎ合わされ、11大将軍、徳川家成の上乱を受けた。ただしただたは、忠だは身分の違いにより、この場には出席していない。 初めてただたかの地図を見た家なりは、その見事な出来栄えを称賛したのではないかと言われている。9月10日、ただたかは、堀田正厚から小不審組で住人物を与えるという通知を受け取った。またこの年、漢学者として、さらにて、門人の教育に当たっていた、久保木聖縁が、五官の提言の皇居を注釈を復元した、補定定中皇居を観光し、ただたかは、 同書の序文を執筆している。西国測量計画義時はもともと、ただには東日本の測量を任せ、西日本は相田重富に担当させる予定でいた。しかし、義時の死後に天文方となった影安は、当時19歳と若く、重富が影安の補佐役に当たらなければならなくなったため、西日本の測量もただが受け持つことになった。 西日本の測量は幕府直轄事業となった。そのため、測量単位には幕府の天文方も加わり人数が増えた。また、測量先での藩の受け入れ体制が強化され、それまで以上の協力が得られるようになった。当初の測量の予定は、本州の西側都市国、九州、さらには津島、域などの離島も含めて、 三十三ヶ月かけて一気に測量してしまおうという大計画だった。しかし実際は西日本の海岸線が予想以上に複雑だったこともあって四回に分けて期間も十一年を要することになる。測量高縄大木の後文化2年2月25日、ただたからは江戸を立ち高縄大木とから測量を開始した。隊員は16人。 隊長の忠敬は60歳になっていた。東海道を測量しながら進み、3月16日に浜松に到着、浜名湖周辺を測った。さらに、伊勢路に入ると二手に分かれて、沿岸と海道筋の測量を行った。4月22日、伊勢国の山田に到着し、この日の夜、経度を測定するため、木星の衛星食を観測した。 木星衛星食の観測は5月6日から8日にかけて飛ばでも行った。6月17日からは、紀伊半島の大汗付近を測量したが、地形が入り組んでいったため作業は難航した。さらに測量隊から病人も相次いだ。その後、紀伊半島を一周し、8月18日に大阪に着いた。大阪では12泊し、相田主富の家族とも接触した。また、 測量隊のうち一の金スケラ三人は病気を理由に寄付した。ただし幕府した役である一野の離脱については、ただたのうち弟子、あるいはただた本人の測量方針と見解の相違があったためではないかとも言われている。うるう8月5日、一行は京都に入った。これまでの測量で予想以上に日数を費やしてしまっていたため、三年で、 西日本を測量するという計画は成し遂げられ、そうになかった。ただたかは、江戸の影安に手紙を出し、計画の変更と隊員の増員を願い出た。江戸とは何度か書状のやり取りをしながら37日間かけて、琵琶湖を測量した。結局測量計画は変更され、中国地方沿岸部を終えたら一旦寄付することになった。 また人数も2名増員されたが、瀬戸内海の海岸線は複雑で、家島諸島の測量にも日数を要したため、さらに2名の増員を要請した。一行は、岡山で越年することになった。文化3年1月18日、岡山を出発し、瀬戸内海沿岸及び、瀬戸内海の島々を測量した。測量にあたっては、地元の協力も得た。 瀬戸内海の島々を多くの船と多くの人数で測量している様子を描いた絵巻、浦島測量の図が残されている。1月28日に、福山、2月5日に、尾道、3月29日に、広島に到着した。4月30日、愛を裏まで測量を進めた忠だ高は、ここで、怒りの症状を訴え、以後、医師の診療を受けながら別行動で移動することに、 なった。一行は、下関を経て6月18日に、松江に着き、ここで忠敬は止まって、治療に専念した。その間に、隊員は、美穂関から沖へ渡り、測量を終えてから美穂関に戻り、8月4日に、松江で忠敬と合流した。忠敬の病状は回復し、松江から再び、山陰海岸を測り始めた。しかし病気の間に、 隊員の統率は乱れ、隊員は禁止されている酒を飲んだり、地元の人に王兵の態度を取ったりしていた。これは幕府の耳にも入っていたため、10月、影安から開国状が届けられた。その後、一行は若狭湾を測量し、大津、桑名を経て11月3日に、厚田に着いた。厚田からは測量は行わず東海道を江戸へ向かい、 11月15日に品川に到着した。測量後測量後、忠だは影安と相談し、待機を乱した測量隊の平山群像、小坂官兵の2名を波紋にし、3名を謹慎処分にした。また、弟子と共に地図の作成や天体観測を行い、今回の地図は文化4年12月に完成した。今回の測量の経験から、 ただたかは、長期に及ぶ測量は、隊員の規律を守る点で好ましくないと感じた。そこで、次回の測量は四国のみに留めることにした。文化5年1月25日、ただたからは、四国測量のため江戸を出発した。江戸から浜松までは、測量せずに移動し、浜松から五湯までは、騎賀街道を通って測量した。五湯から先はまたほとんど測量を行わず。 2月24日に大阪に着いた。3月3日、淡路島の岩屋に着き、ここから島の東岸を鳴るとまで、はかり3月21日に徳島に渡った。そして、四国を南下し、4月21日に室戸岬に着き、4月28日、赤岡で体を開け、坂部貞平らに、伊予国と都佐国の国境まで、銃弾測量を行わせた。 4月29日に高知に着いた。その後も海岸線を測量し、8月11日に松山に着いた。ここからも引き続き海岸線を測りつつ、加えて瀬戸内海の島々も測量し、さらに川の上からは再び坂部に四国縦断測量を行わせた。このように海岸線だけでなく内陸部も測らせたのは測量の信頼性を高めるためである。 10月1日、諸悪諸島で日食を観測し、高松を経て、鳴門から淡路島に渡り島の西岸を、測量、11月21日に大阪へ戻った。大阪で、病気の胃の宇修造を江戸に帰し、ここから、法隆寺、東正大寺、薬師寺、東大寺、長谷寺,寺といった社寺を回りながら、奈良、吉野の山戸寺を測った。その後、 伊勢を経由して岐路に着き、文化6年1月18日に、江戸に戻った。今回の測量では修造が途中で離脱し、また、ただた自身も病気にかかったが、それ以外は大きな問題はなく、隊員の統率も取れた。測量作業においては、藩の協力も多く得られ、測量のために新たに道を作ったところもあった。測量第7次測量は、 文化6年8月27日に開始した。今回は中仙道経由で移動することとなり、測量は王子から行った。尾成街道や岩淵の私などを利用して岩月まで行き、岩月から熊谷へ向かい、中仙道に入った。中仙道を無様で測り、そこから東海道へ向かう古代山街道を土山まで測った。土山から淀、西の宮を経て、 山陽道を行き、11月には、隣国につかみ編にて、受学者として、有名なカン山と面会し、その際にただたかは、自身が序文を書いた、久保木聖園の固定定中公共を茶山に贈呈している。その後、武前小倉で越年し、ここから九州測量を始めた。小倉から海岸線を南下し、2月12日に、大分、28日にハトラに入った。 ハトーラでは3月1日に起こる日食を観測したが天候が悪く失敗した。4月6日に、延岡27日に帯に到着。ここで死体を出して、都情報面の街道測量に当たらせた。本体はそのまま南下して、大隅半島をぐるりと回り、再び都情報面に死体を出して、側線をつないだ後、6月23日に、 鹿児島に着いた。鹿児島で桜島の測量や木星の観測を行ってから、一行は薩摩半島を南下し、7月8日に山川港に着いた。ここから船に乗りた根が島、屋久島の測量を行う予定であったが、天候が悪かったため後回しにして、そのまま薩摩半島の海岸線を測量し、8月1日、串木の付近から古式島に渡って測量。 8月19日に串木野に戻った後、本隊はそのまま海岸線を北上、死体は鹿児島から海道筋を通って肥後国へと向かわせた。両隊はその後合流して天草諸島を図った。しかし、古式島や天草の測量には手間がかかり、病人も出たので、今回は種ヶ島、薬島の測量は諦め、一旦江戸に帰ることにした。ただたからは、 天草周辺の街道を測った後、九州を横断して、大分で越年した。翌文化8年、大分を出発して、本州に渡り、中国地方の内陸部などを測量しながら、帰路に着いた。そして5月8日、江戸に到着した。種ヶ島、薬島測量に関して、今回の測量では、天候の関係などで、種ヶ島、薬島に渡ることができなかった。 薩摩の役人は忠敬に対し、波が荒いので、両党に渡る時期は3から4月頃にして、6から7月頃に帰るようにしないといけないという趣旨の説明をしている。もともと、忠敬と影安は両党への渡航は、難しいということを知っており無理して渡らなくてもいいと、申し合わせていたので、断念する結果となった。しかし結果的には、幕府の方針で、 次回の九州測量の計画に、両党への渡航は組み込まれた。両党を図ろうとした理由は定かではないが、ただたかに全国の測量をさせるとともに、当時閉鎖的だった薩摩藩の偵察の意味合いも、重きに置いていたのではないかと推測されている。なおただたかは、両党の測量が決まった時、薩摩藩の担当者に対して洋島などの測量も希望したが、 これは実現していない。再開文化七年、かつて忠だが感動した娘、稲が、沢原の家に戻ってきた。稲は夫、聖網門の死没後に停発し、なお、妙薫と改めていた。忠だや親類に詫びを入れた妙薫は、以後は、影孝の妻、立手と共に、稲置を支え、旅先の忠だとも、たくさんの手紙をやり取りし、老年の父を気遣った。 また、忠だは、江戸で、九州測量の地図を作成している際、マミヤ・蔵の訪問を受けた。忠だは、林蔵に一週間かけて、測量を技術を教えた。後に、林蔵は、ただかが測り残した江戸地北西部の測量を行うことになる。種ヶ島、薬島、九州北部測量文化8年11月25日、ただらは、 前回の九州測量で測れなかった種ヶ島、薬島、九州北部などの地域を測量するため、江戸を出発した。た高齢の忠敬は、出発にあたって、息子の影高かに、今後の家政や事業についての教訓や、自分の隠居資金の分配について記した書状を、残しており、一万一の事態も覚悟しての旅立ちだった。一行は、 本州については一部地域を除いて測量をせずに、東海道、山陽道を進み、文化9年1月25日に小倉に着いた。小倉からは手分けして、北九州の内陸部を測量しながら南下し、鹿児島に到着した。鹿児島から山川を経て、海を渡り、3月27日に薬島に着いた。薬島では二手に分かれ、ただ高は北半分を測量し、 南半分は坂部が担当した。13日間かけて測量し、その後11日風待町をして、4月26日に種ヶ島に渡った。5月9日まで測量し、風待町後、5月23日に山川に戻った。その後、九州内陸部を手分けして測量しながら北上し、小倉に戻った。小倉から九州北部の海岸線を通って博多に出て、 佐賀、久留米を経由して、島原半島を一周し、大村湾を図り、佐世保で越年した。文化十年、佐世保近くの愛浦で新年を迎えた忠だは、72日かき春にぞ、秋の裏、九十九島を行きの松原と呼んだ。そして、九十九島と呼ばれる島々と、複雑な海岸線を図りながら、平戸へ向かい、平戸島などの島を測量してから、 3月13日に、き島に渡り、15日間かけて、駅を測量した。駅の次は、津島に渡る予定だったが、津島藩士の中村号左衛門の渡高に対し、実測を取りやめてもらえないかと申し出た。津島にはすでに元禄13年に作られた、精密な地図、元禄津島国絵図があり、実測はやめにして、朝鮮通信使の例で借り出された農民たちを、 休ませたいという理由である。実際、原独津島国営図は、精度が極めて高い、優れた地図で、ただたも高く評価した。しかし、津島の正確な位置を決めるには、天体観測を行う必要があるため、測量作業は実施された。津島は53日間かけて測量した。また、公開法を使って、朝鮮半島の山々の位置も測った。 ただ高は測量中、中村号左衛門んのに対して、高橋家の息子も成長したし、間宮林蔵や副隊長の坂部貞平もいることだから、私は、この御用を終えたら元の隠居に戻りたいと、自らの思いを話している。5月21日に、津島の測量を終え、一旦平戸に戻ってから、5月23日に、五島列島の浮島に渡った。 坂部と影高の仕事を列島では、忠だ率いる忠だ隊と、副隊長の坂部貞平率いる坂部隊に分かれ、北から南に向かって測っていった。しかし6月24日頃から、坂部の隊長は思わしくなく、6月26日、日の島にいた坂部は忠だに当てて、隊長が良くないので、福江島に渡って服役したいと手紙を綴った。27日、 坂部は、福江で治療に専念したが、治療は実らず、7月15日に死亡した。忠だは16日に両体を呼び寄せ、葬儀を行った。忠だは、坂部の死について、鳥が翼を取られたようだと述べ、長い間落胆を隠せなかった。1ヶ月後に、九州に戻った時、ようやく失敗した隊員を叱るようになったのでよかった、といった内容の手紙を内弟子が書き残している。 さらに、坂部の死に先立つ6月7日、沢良にいた,た、忠だ高の長男の井上影高も死去していた。忠高の娘、妙織は、忠高に心配をかけまいとこのことを伏せ、8月12日に出した手紙にも、影高は、大病にかかっているとだけ書いた。これを読んだ忠高は、影高が良くなれば良いが難しいだろうとして、その上で、影高が大病でも、 孫の三次郎と鉄之助がいるから安心だと、妙香薫に送り返した。忠だはこの時すでに影高の死を察知していたと推定されている。紀路九州本土に戻った。忠だ一行は、8月15日に長崎に着き、長崎半島を一周してから国来行き、本州に渡った。そして中国地方の内陸部を測量しながら、東に向かい、広島、松江、 鳥取、津山、岡山を経由して、姫路で越年した。翌文化11年、引き続き内陸部を測量しながら進み、京都を経由し、3月20日4日市に着いた。ここから北上し、岐阜、大垣、高山を通過し、古川から反転して、野麦峠を越えた。さらに松本に出て、善光寺に参敬し、反転して飯田まで南下したところで、 再び北上し、中仙道を江戸に向かった。5月22日、板橋塾に到着した。忠だが、これまで住んでいた、深川黒江町の家は、地図の作成作業には、手狭となっていた。そこで忠だは、文化11年5月、かつて、桑原隆史朝が住んでいた、八丁堀亀島町の屋敷を改修し、6月から、ここに住むことにした。 文化12年4月27日、測量隊は、伊豆七島などを測量するため、江戸を出発した。ただし、下役や、弟子の勧めもあって、高齢の忠だたは、測量には参加しなかった。長い人材門を隊長とした一行は、下田から三宅島、八丈島の順に渡り測量した。しかし八丈島から三宅島に戻ろうとした時に、黒潮に流されてしまい、 三浦半島の三崎に流れ着いた。三崎から三倉島へ行き、三宅島を経由して、神津島、新島、豊島と測量を続け、一旦新島に戻った。ここから大島に向かう予定であったが、下田近くの須崎に流れ着いた。そこから大島へ行き、測量後に、下田に戻り、周辺を測量しながら、岐路につき、文化13年4月12日に、江戸に着いた。 第9次測量と並行して江戸府内を測る第10次測量を行った。これまでの測量では、例えば東海道では高輪大木島甲州街道では四谷大木島を起点としていた。今回の測量は各街道から日本橋までの間を測量して起点を一つにまとめることが目的である。測量は71歳になった忠敬も参加し、 文化12年2月3日から2月19日まで行われた。測量を終えたところで、ただたは昔に測った東日本の測量は西日本の測量と比べて見劣りがすると感じた。そこで影安と相談し、もう一度詳しく測り直す計画を立てた。しかし幕府はこれを採用せず、代わりに江戸府内の地図を作るよう命じた。この測量は、 文化13年8月8日から10月23日まで行われた。忠敬もたびたび式を取ったが、おそらく作業の大部分は、下役と弟子たちが行っていたと推定されている。上野玄空寺にある、井上忠敬墓。左側に、高橋義時、影安の墓が並んでいる測量作業を終えた。忠敬からは、八丁堀の屋敷で、最終的な地図の作成作業に取り掛かった。 文化14年には、マミヤ・リが、忠敬が測量していなかったエゾ地の測量データを持って現れた。また同年、忠敬は破門していた、平山群像を許し、作業に参加させた。地図の作成作業は、当初は文化14年の暮れには終わらせる予定だったが、この計画は大幅に遅れた。これは、忠敬が地図投影法の理論を詳しく知らなかったため、 各地域の地図を一枚に合わせる時にうまくつながらず、その修正に手間取ったためと考えられている。ただたかは、新しい投影法について研究し、資料を作り始めた。しかし、文化14年秋頃から図打がひどくなり、病床に着くようになった。それでも、文化14年いっぱいは、地図作成作業を監督したり、門弟の質問に返事を書いたりしていたが、 文政元年になると急に体が衰えるようになった。そして4月13日、弟子たちに見守られながら74歳で生涯を終えた。千葉県、香取市の寒9時にある、井上忠孝の墓地図はまだ完成していなかったため、忠孝の死は隠され、高橋影康を中心に、地図の作成作業は進められた。文政4年、第二本宴会を知前図,図と名付けられた地図はようやく、完成した。 7月10日、影安と、忠敬の孫、中、海イは登場し、地図を広げて上庭した。そして9月4日、忠敬の藻が発せられた。忠敬のこの修造は、文化十二年、素行が良くなく、忠敬に感動されていた。忠敬の死後は、沢原で、神坊生を名乗り、手習い師匠となった。孫の中海、鉄之助のうち、鉄之助は、 忠敬の死の翌年に亡くなった。中海は、忠敬の門が発せられた年、十五歳で五人ぶちと十五坪の江戸屋敷が与えられ、縦脇を許された。中海は、沢原と江戸を行き来しながら、影安らの指導も受け、さらに、沢原の井の受けの後継ぎとしても期待されていたが、文政十年、二十一歳で病死した。中海の死により、忠敬直系の血筋は途絶えた。 また測量隊の中には、忠敬が測量できなかった、霞ヶ浦などを測量しようという意見もあったが、仲介の死によりその案も立ち消えとなった。忠敬は死の直前、私がここまで来ることができたのは、高橋義時先生のおかげであるから、死んだ後は先生のそばで眠りたいと語った。そのため墓地は、高橋義時、影安氏と同じく、上野玄空寺にある。 また、サワラの寒腹寺にも、威発を収めた参り墓がある。サワラの名家の一つである、井上三郎へ門家は、中海の没後も、一族の管理下に置かれて存続するものの、当主不在が続く中で家業の不振は深刻化していき、天保年間には、酒造業は、廃業に追い込まれている。こうした中で同族の井上主芸財も宮を呼び、三郎へ門家の分家的扱いであった清宮家が、 沢良におけるサブローエモン家の地位を継承することになる。重ゲザエモンや、菅野宮家を中心とした井の受一族の協議の末、サブローエモン家に養子を迎えて再興させる話が実現するのは、仲介の死から34年が経過した、文久元年のことである。なお、井上重シゲザエモン家は、かじとりな彦を、菅野宮家は、清宮や秀方を排出したことで知られ、特に、 生宮や方は、文久の井上三郎絵門や最高時に、菅の家当主として大きな役割を果たしている。大津は津美半島付近ただたかとその弟子たちによって、作られた大日本宴会予知前図は、井上図とも呼ばれている。宿尺3万6千分の1の大図、21万6千分の1の中図、43万2千分の1の小図があり、大図は214枚。 中図は8枚、小図は3枚で測量範囲をカバーしている。この他に特別大図や特別小図、特別地域図などといった特殊な地図も存在する。イノウズは日本で初めての実測による日本地図である。しかし測量は主に海岸線と主要な街道に限られていたため内陸部の記述は乏しい。測量していない箇所は空白となっているが、エゾ地については マミや臨場の測量結果を取り入れている。地図には沿道の風景や山などが描かれ、絵画的に美しい地図になっている点も特徴の一つである。最後は弟子たちによって完成された。ただたは地図を作る際、地球を休憩と考え、緯度一度の距離は28.2リとした。そしてこの前提のもと、測量結果から地図を描き、その後、 経度の線を計算によって書き入れた。イノウズの経緯線は、サンソン図法と同じである。ただたかが求めた、緯度一度の距離は、現在の値と比較して誤差がおよそ1000分の1と、当時としては極めて正確であった。また、各地の緯度も、天体観測により多数測定できた。そのため緯度に関しては、わずかな誤差しか見られない。一方で経度については、 全体観測による測定が十分にできなかったこと、地図投影法の研究が足りず、各地域の地図を一枚にまとめるときに接合部がまさしくつながらなかったこと、後から書き加えた形線が地図と合っていなかったことなどの理由で、特に北海道と九州において大きな誤差が生じている。ただたかしも、地図は幕府の紅葉山文庫に収められた。その後の文政11年。 シーボルトがこの日本地図を国外に持ち出そうとしたことが発覚し、これに関係した日本の蘭学者などが処罰される事件が起こった。シーボルトは内陸部の記述を商法日本図などで補っているため、実際の地形と異なる地形が描かれている。江戸時代を通じてイノウズの商本は国家機密として秘匿されたが、シーボルトが 国外に持ち出した写本を元にした日本地図が開国と共に日本に逆輸入されてしまったため秘匿の意味がなくなってしまった。慶応年間に勝海舟が解剖のために作成した地図は逆輸入されたイノウズをモデルとしている。イノウズは明治時代に入って修正20万分一図を作成する際などに活用された。この地図は 後に三角測量を使った地図に置き換えられるまで使われた。井の渦の大図については、幕府に献上された抄本は、明治初期1873年の公共炎上で失われ、井の受けで保管されていた写しも関東大震災で消失したとされる。しかし2001年、アメリカに会図書館で、写本207枚が発見された。その後も各地で発見が、 相次ぎ、現在では地図の全容がつかめるようになっている。2006年12月には、大津全全214枚を収録した井上大図、騒乱が刊行された。ただたかが測量で主に使用していた方法は、動線法と公開法である。これは、当時の日本で一般的に使われていた方法であり、実際に測量作業を見学した徳島藩の測量家も、 イ能測量は特別なことはしていないと報告している。当時の西洋で主流だった三角測量は使用していない。ただたかによる測量の特徴的な点は誤差を減らす工夫を随所に設けたことと天体観測を重視したことにある。動線法とは2点の距離と方角を連続して求める方法である。測量を始める点に器具を置き、 少し離れたところに梵天を持った人を立たせる。そして測量開始地点から梵天の位置までの距離と角度を測る。測り終えたら器具を梵天の位置まで移動し別の場所に梵天持ちを立たせ同じように距離と角度を測る。これを繰り返すことで測量を進めていく。動線法を長い距離にわたって続けるとだんだんと誤差が大きくなってくる。 その誤差を修正するために公開法が使われる。公開法とは、山の頂上や家の屋根など、共通の目標物を決めておいて、測量地点からその目標物までの方角を測る方法である。動線法で求めた位置が正しければ、それぞれの測量地点と目標物を結ぶ直線は一点で、交わるため、この方法で、動線法による誤差を確かめることができる。 さらに、忠だたはこれに加えて、富士山などの遠くの山の方位を測って、測量を結果を確かめる、遠山狩り目的の方などを活用している。測量にあたって、天体観測を活用することで、観測地の緯度や経度を求めることができるため、地図の精度が向上する。このことは、忠だたが測量を始めるおよそ80年前に、竹部片広が指摘していた。しかし、 それを実行に移したのはただたかが初めてである。ただたかは測量中、晴れていれば必ず天体観測を行うようにしており、宿泊場所も観測器具が置けるだけの敷地があるところを指定していた。全測量日数3754日のうち1404日は天体観測を行っている。主な観測内容は、恒星の南中高度、太陽の南中、日食、 月食、木星の衛星色などである。また、文化2年に家島で水星を見たという記録が残っている。恒星の南中観測恒星が南中した時の地平からの角度を測る。この角度とあらかじめへとで測定しておいた角度を比較することで観測地点の緯度が求められる。しかし、動いている星が南中した瞬間を正確に捉えるのは難しい。 そのため、ただたからは、多い時には1日で20個から30個の星の南中を観測し、誤差の軽減に努めた。また、日中に太陽の南中を観測することもあった。これは移動を求める目的のほか、南中した時刻を確かめて、日食、月食の観測で使う器具を調整するという目的もあった。基準となる江戸での観測は、ただたかの自宅がある。 深川黒江町で言った。この観測にも注意を払い、一つの星に対して、数日から数十日かけて観測を続け、観測誤差が少なくなるようにした。日食、月食の観測日食、月食の観測は観測地点の経度を求める目的で行われた。経度を求めるのは井戸を求めるのと比べて、格段に難しい。西洋では18世紀の終わり頃に、 クロノメーターや月巨法を利用した経度測定方法がようやく確立してきていた。しかし当時の日本にはそれらはまだ伝わっていなかったため、ただたは主に伝統的な日食、月食を使って経度を測定していた。方法としては、まず日食、月食が起きる前日までに太陽の南中を観測し、死で要求儀を起動させる。そして当日、 日食や月食を観測し、時間を記録する。この時、江戸の歴局と大阪の間家でも観測を行っているため、日食、月食が起きた時刻を3箇所で比較することで、軽度の差が求められる。とはいえ日食や月食を観測できる機会は少ない。ただたからは、少ない機会を逃さぬようにするため、食が起こる7日ほど前に現地に到着し準備していた。 しかし、それでも当日が、雨や曇りの場合は観測できず、たとえ晴れていて観測できたとしても、江戸と大阪が曇っていれば意味がなくなってしまう。ただたかは測量中、日食や月食を観測できる機会が13回、あったが、そのうち2箇所以上で観測できたのは5回、3箇所、すべてで観測できたのはわずか2回だった。木星の衛星食の観測度の測定法として、 他に木星の衛星色を利用する方法も試された。木星の周りを回っている衛星が木星の後ろに隠れたり、また現れたりする時刻を観測する。日食、月食の時と同じように同時に2箇所以上で観測し、その差から軽度差を求める。木星の衛星色は日食や月食と比べて頻繁に起こるため観測には適している。 この方法で経度が求められることは、日本では高橋義時がすでに知っていた。しかし義時は、実際に職がいつ起きるかについては、その時は予想できずにいた。しかしその後、義時は、この方法が詳しく載っている、西洋書、並んで歴書を入手することができた。そして道場をもとに研究に取り組み、この研究は、義時の死後、相田重富らによって引き継がれた。 そうして、ただたかの第5次測量の直前に、ようやく実用化できるようになった。実際の観測は、第5次測量中の文化2年4月22日、伊勢の山田で初めて行われた。その後も、測量日記によると、合計11回観測している。しかし測量にあたっては、前もって計算していた、衛星食の時刻予想が正確ではなかったこともあり、苦労を要した。 結果的に観測回数は少なく、経度の測定にはほとんど役に立たなかったと考えられている。佐原駅前の床には、かつて、井上忠敬の実物大の歩幅が表示されていた。細く歩いた歩数をもとに距離を計算する方法である。主に第一次測量の時に採用した。忠敬の歩幅について、井上久氏は、小説、四千万歩の男を執筆する際に、 二歩で一軒と仮定した。測量中にただたの歩いた距離はおよそ三万五千キロメートルで、換算するとおよそ四千万歩となる。しかしその後、実際の歩幅はそれよりも小さいことが明らかになった。昭和63年、井上ただた記念館に勤めていた佐久間達夫は、来館者にただたの歩幅について尋ねられたのをきっかけに、 歩幅の調査を行った。そして、忠敬が書いた雑録の中に、一丁に158歩という記述を発見した。佐久間は、この記述と、忠敬が使っていた、節中弱をもとに、忠敬の歩幅を約69センチメートルと導き出している。剣縄、テッサ、第二次測量からは補足の代わりに、剣縄と呼ばれる縄や、テッサを使って、 距離を求めるようになった。第二次測量では、麻の縄を使って、海岸線を測量した。しかし縄は伸び縮みして正確な距離が測れなかったため、第三次測量からは新たに考案されたテッサが使われた。テッサが使えないような場所では引き続き、剣縄が使われたが、藤鶴を編んだ藤縄や、クジラのヒレを咲いて編んだクジラ縄を使うといった工夫を加えた。テッサは、 両端を輪のように加工した長さ一尺の鉄線を60本繋いだ鎖で伸ばすと長さは10軒となる。剣縄は古くから使われていた方法だが高橋義時によると鉄ッは忠だたが初めて考案したものである。鉄ッも使っていくうちに摩耗するためマザオで毎日長さを確認していた。マザオとは長さ2軒の木の竿で両端に 新厨房を被せている。両替車、井上忠敬の両替車。国立科学博物館の展示。両替車とは、車輪と歯車のついた箱状の測量器具である。地面において、車輪を転がしながら進むことによって、車輪に連動した歯車が回り、移動した距離が表示されるようになっている。中国では、古くから存在し、日本にもすでに伝わっていた。 ただたは、第二次測量の途中で、高橋義時から両停車を受け取り、これを使って測量してみたが、海岸線などの砂地や凹凸のある道では、距離が正確に測れなかった。したがって、以後は、名古屋、金沢の城下など、限られた地域のみで使われ、西日本の測量においては全く使用されなかった。方位の測定は、大中小三種類の方位版及び、 半円包囲板にて言った。小法違反商法違反は、杖の先に、羅針板をつけたものである。ワン羅針、杖先羅針とも呼ばれる。羅針板は杖を傾けても常に水平が保たれるようになっており、精度としては10分単位の角度まで読むことができた。平地では三脚に固定して使用し、傾斜地では杖を地面に突き立てて使用した。商法違反自体は、 当時よく使われていた器具だったが、ただたかは、羅針の形や軸受けの材質を変えるなどの工夫を加えた。商法違反は、ただたかの測量器具の中で最も重要なものと言われており、西日本を測量する頃になると10個ほどを持っていっている。商法違反は主に銅線法と公開法において使われた。銅線法で使う際には、正、 福日本の羅針盤を使って2点の両方から角度を測り、その平均を取るようにしていた。第、中方違反、井上忠孝が使用したとされる第、中方違反、大谷良吉著、井上忠孝 P320 により、大方違反と中方違反は、実物が残っていないために詳細は定かではないが、渋川啓介の書いた、領地伝集録で、解説がなされている。 それによるとこの方位板は足のついた円形の板の中央に望遠鏡を設置したものである。円板には方位を測るための磁石が取り付けられるようになっており、また円板の周囲には角度がわかるように目盛りのついた真鍮の管が組み込まれている。さらに円板の上には指標板というものが置かれており、これは望遠鏡と連動して円板上回転できるようになっている。 大方板と中方板は大きさが異なるだけで外形や使用方法はほとんど変わらないと言われている。円盤の直径は大方板が2尺6寸、中方板が1尺2寸である。これらの方板は富士山など遠くの目標物の方角を測るのに用いられた。円盤内の方位自身の向きと真鍮の間に刻まれた北を示す目盛りの向きを合わせてから、 望遠鏡を目標物の向きに合わせる。すると指標版が求める方角を指し示す。大法位版は精密な測定ができるため高橋義時はこれを使って正確に方位を求めるべきだと主張した。しかしただたかは正しい位置に設置するための器具が不十分なので精度向上は見込めないと反論した。また大法位版は運搬に手間がかかるという問題もあった。 そのため、第1次測量では使用せず、第2次測量でも途中で、江戸に送り返している。その後、第5次、第6次測量では使用されたが、第7次、第8次測量では持参していない。中方違版は大方違版と比べて小型なため、第2次測量以降に持ち出され、使われている。第5次測量以降の記録では中方違版の名前は見られないが、 ただたかは中方位板のことを小方位板と記すこともあるため、本当に使用されなかったかどうかは定かでない。半円方位板半円方位板はその名の通り半円形の方位板である。第中方位板と同じように、木盛り付きの真鍮板と方位自身が付け属している。また、半円板の上に基準機があり、これを半円板上で回転させて、 目標物に合わせることで方角を求める。この方位版は十分単位で角度メモリがついていて、目測では分単位の角度を求めることができたが、構造が単純で変身による誤差が生じやすかった。しかし、小方位版と比べると細かな方位が求めやすく、大、中方位版と比べて持ち運びやすいという利点もあった。そのため遠くの山などを測る目的で、 第四次測量以降は、頻繁に使うようになった。小原儀のレプリカ坂道の傾斜や星の高度は、小原儀を使って求めた。小原儀の種類としては、杖先小小原儀、大小原儀、中小原儀がある。杖先小小原儀二点間の距離を同線法により、求めても、その二点間が坂道になっていると、地図に表す時距離が異なってしまう。この補正は、 はじめのうちは目測で、傾斜角を測って補正していたが、第三次測量からは、杖先小小原理を使うようになった。この小原理は、長さ一尺に住んで、三脚に据えて、梵点を持っている人の目を目標にして測った。測った角度は、割り円8000対数表と呼ばれる、三角関数の対数表を利用して距離に換算した。第、 中小原儀構成の難中高度を測るための小原義は、大、中の2種類が扱われた。構造はどちらも同じである。大小原儀は、江戸に常設しており、全国測量では中小原義を持ち出した。この小原義は、刻まれたメモリによって1分単位の角度を読み取ることができ、目測を加えると10秒、または5秒程度の単位まで測ることができた。 証言には地面に対して正確に垂直になるように設置しなければならない。そのため設置にあたっては本体以外に多数の木材が必要となり全部合わせると解体して運んでも馬一頭では積み切れないほどの大きさになった。日食、月食が起きた時刻は市で要求儀によって求めた。市で要求儀は振り子の振動によって時間を求める器具である。 仕組みとしては、振り子時計と同じで、日本でも、浅田合流によって、すでに使われていた。ただたかが使っていた死で要求儀は現存しており、歯車を組み合わせることで10万の桁まで、振動数が表示されるようになっている。振り子は1日におよそ5万9500回、振動するため、最大で約17日連続稼働できる。日食、月食の前日までに、 観測地においてあらかじめ市で要求儀を駆動させて1日の振動数を求めておく。そしてその数値と、南中から日食、月食開始までの振動数を元にして、日食、月食が起こった時刻を求めることができる。井の忠だたかの銅像厳格な性格だった。測量期間中は隊員に禁止を命じ、規律を重んじていた。また、能力の低い隊員に対しては、 評価が厳しく、測量中に、娘の身をカオルにあてた手紙にも、退院についての愚痴がいくつも綴られている。身内でも、特別扱いせず、息子の修造も一人のうちで死として扱い、そして最終的には破門している。また、根気強く、貴重面であった。測量中に合わせて51冊の日記を残し、後に、それを聖書して28巻の、 測量日記としてまとめた。測量作業においても技術の革新はなかったが、根気強い観測と様々な工夫でそれを補った。商売人であったことから金銭には厳しく、家人に当てた手紙にも、野菜や焚き木など買わなくて済むものに金を使うな、貯めることが第一などと書かれている。また、飯焚きが毎日少しずつ米をくすねていたことに、ただが気づき、 とめたとの記録もある。晩年、自身が病気になって、江戸の自宅で卵酒を飲んで治療をしている時も、卵は、江戸より、皿の方が安いから、サワラで多めに買って江戸まで送るようにと指示を出している。一方で、天明の飢饉の時には、貧民に米などを分け与えたり、しており、また九州測量中にも、利根川の洪水で被害を受けた人々に施しを、与えるよう指示している。 ただしこの時、食べていけるものにも分け与えることは妙門を求めるのに、当たるから慎むべきだとしている。これらのことから、ただたは意味のあることについては大金を投じることも惜しまないが、そうでないことには出さないという合理的な考えの持ち主だったことが伺える。全国測量の旅に出かける際は、安全祈願のために、富岡八幡宮に必ず参拝に来ていた。二千一年、 境内に銅像が建てられた。近くの江東区門前中町には、井の唄だっ宅跡を示す石碑が建てられている。測量中も近くの寺社や名所旧跡を多く訪れており、その門前までの測量記録を残している。また、歯科にも関心が強かった。食べ物に関しては、測量中に、もう年家徳山藩が調べたところによると、カブら、大根、人参、ジン、セリ、 鳥、卵、長芋、レンコン、くわい、豆腐、菜、なるい、しいたけ、かつお節といったものを好んだという。本人が、妙、香るなどに当てて書いた手紙では、しそ巻き唐辛子を毎日食べていて、残りが少なくなったからあれば送ってほしい、蕎麦を1日か2日おきに食べているなどの記述があり、さらに豆類も好物とされている。また、 歯が時々痛みならつけも食べられないと書かれた手紙も残っている。ただたかの体格は着物の丈が1 3 5トルであることから身長は1 6 0トル前後、体重は5 5ラム程度と推定されている。若い頃から体は弱い方で病気で寝込むこともしばしばあった。加えて四国測量の頃からは短石の病にかかるようになっていった。 これは現代でいう慢性気管支援のことであり、冬になるたびに炭に悩まされていた。そのため、とりわけ食事に気をつけ石炭の予防のため、食事療法として、鶏卵を用いていた。特に70歳を過ぎた頃から、卵油療法を続けている。鶏肉も自用食として、食事療法の対象としていた。石子院も慢性気管支援が悪化して起こる。 急性肺炎と見られている。ただたかと幕府との関係については、様々な説がある。幕府との関係の証拠は完成したら、国家機密となる、宴会部を測量した、オランダ風雪書10月の正確な抜粋を残している、ことご老人の尋問の様子を記した、手紙北方警備のための出兵の正確な人数を、書いた手紙などが挙げられており、 単なる引退した商人の測量技師ではなかったことを示している。ただたかについての最も古い伝記は、江戸時代に書かれた、は門も近況類録の中にある。この書は、井の受けがいかに名家であるかを伝えるために編集されたものであるが、作者や作成時期についてはわかっていない。本書ではその性質上、ただたかについても、家の復興に努めて、 村のためにも尽くしたことが強調された書き方になっている。ただし本書は、井の受けのために残された書であり、外部に見せるための伝記ではない。公開された初めての伝記は、文政5年に建てられた玄空寺の墓に刻まれている墓碑鳴である。この墓碑鳴は、墓石の左面、背面、右面の3面にわたって刻まれた漢文で、作者は、儒学者の佐藤一斎である。 その内容は、鳩門近況類録を参考にしたものと伺える。ただし、墓碑鳴には、ただたは西洋の技術を学ぶことによって知識が高まったといった内容が刻まれており、こうした記述は、鳩門近況類録にはない。おそらくこの記述については、渋川圭介の本から取ったものと考えられている。校歌2年には、沢原出身で、 遠石関係にあたる生美や秀方によって、下佐国旧事項が書かれ、その中で、忠だ高についても触れられている。この忠だ高伝は、墓碑銘をもとに書かれているが、忠だと洋楽との関係に関しては記されていない。このことについて、小島和人は、シーボルト事件や、万社の極といった洋楽者に対する弾圧が影響しているのではないかと述べている。 佐賀藩出身の佐野城民は、長崎海軍練習所で訓練している時に、井の渦を使ったところ、この地図は正確でとても役に立つことを知った。さらに佐野は、井の渦が、イギリス海軍にも評価されていたことなどを知り、元老院議長となった後の明治13年には、佐原を巡視し、香取軍長の大須賀洋之助と井の受けの井のう、雪賢から忠だたかについての話を聞いた。そして、 佐野は、明治15年9月、東京地学協会において、小井のうただし慶応辞席と題する講演を行った。この講演では、墓姫をもとにして、忠だの生涯を紹介した上で、井のうの素晴らしさに触れ、忠だを偉人として称えている。この講演は、忠だ伝としては、初めてのものであると言われており、その内容はその後における、 忠孝の評価にも影響を与えることとなる。佐野の講演の目的は、忠孝に対しての増位を申請することと、忠孝の業績に対して、記念碑を建設することであった。この内増位については、大須柄の協力もあって、明治16年1月、東京地学協会長である、北白川宮義久親王の名で申請が出された。そして同年2月、聖4位が送られた。 もう一方の記念碑について、佐野は公園の中で、ただたかが測量の基準とした高輪大木戸に建てるのがふさわしいと述べ、明治16年の東京地学協会総会で芝、高輪の大き戸に異公表を建てることを議決した。その後、建設場所は芝公園に変更となり、明治22年に異公表が建てられた。異公表が建てられてからは、 徳富祖法や高田露伴の手による少年向けの、忠だ高伝が出され、明治20年代から30年代にかけて、忠だの名は全国に知られるようになっていった。明治36年、国定教科書の制度が始まると、忠だは早速国語の教科書に採用された。教科書の内容は、佐野の講演をもとに書かれており、忠だの生涯のほか、測量方法についても、簡単に述べられている。 教科書に載ったことで忠敬の名はさらに広まった。地元の沢原で忠敬を偉人と称えるようになったのもこの頃からである。明治43年に国定教科書の改定がなされると忠敬は国語の教科書から外され代わりに終身の教科書に載るようになった。そして内容も変化した。終身教科書では国語教科書で見られたようなただたの測量における 業績についてはほとんど書かれず、勤勉、迷信を避けよ、死を経営といった表題の下、忠たが家業に懸命に取り組んだこと、江戸に出てからは雨や風の中で測量に従事し地図を作ったことなどが記され、最後に精神一至るなにごとかせいらざらんなどといった格言で締めるという精神的な面が強調されるようになった。こうした内容の教科書は、 第二次世界大戦の終戦まで使われた。ただたかが国定教科書に採用された頃、ただたかについて書かれた電気は、偉人伝としての要素が強く、測量内容に関する科学的な評価はほとんどなされていなかった。そのような状態の中、物理学者の長岡半太郎はただたかに興味を持ち、明治41年に開かれた帝国学新総会において、 忠敬の業績を調べるよう提案した。この提案は賛同を得て、長岡の弟子の大谷良吉の手により調査が始められた。大谷は調査を行いながら、その結果などを発表していった。大正3年には、大谷の調査結果をもとに、長岡が井上正慶王の自責についてと題する講演を行った。この講演は、忠だたの業績のほか浅田合流、 高橋義時、相田重富の果たした役割についても述べており、従来の忠だた伝家とは一線を画したものとなっている。そして、大正6年、大谷はおよそ9年にわたる調査をまとめた、書、井の忠たを書き上げた。井の忠たは、本文766ページの大著で、特に忠だの測量法や、測量制度に関する記述が詳しく書かれている。 本書はそれまでにないほど精細であり、ただたか研究における決定版とも言われた。また、これ以後に書かれたただたかについての本についても、ほとんどは、大谷の引き写しだとも言われている。本書は、大正六年に、原空寺で行われた、ただたかの百延円期法要において、母前に備えられた。また、ただたか没後百年の企画としては、他に、 佐原の勇士による銅像と記念文庫建設の計画があった。結果として寄付額が足りず記念文庫の建設は断念されたが、銅像は大正8年、佐原の佐原公園に建設された。第二次世界大戦の終戦後は、戦前の国定教科書のような、ただたかを偉人として称える書き方はなりを潜め、教科書の記述も簡単なものになった。 しかし戦前の教育の影響からか、忠敬の知名度は相変わらず高く、忠敬は努力によって意外な業績を上げたという偉人的な見方も年配者を中心に消えずに残っていた。一方で新たな角度から忠敬を論ずる研究者も現れてきた。今野武雄は昭和33年に出された本で、それまでの忠敬伝では、 ただたの学問に対する情熱と勢力がどこから来たのか特進できないと述べ、ただたは努力したという旧来の書かれ方では、その努力の根源が明らかにされていないことを指摘した。また、歴史学者の高橋慎一は、昭和43年に千葉県立佐原高等学校で開かれた、井上ただたを150年歳の記念公演で、皆さんは井上ただたを、はじめから、 偉い人だとか、偉くない人だとか、決めてかかってはいけませんと発言し、忠だを先入観で偉人として見る感覚を今しめた。また小島和人は、昭和53年に出された本で、従来の偉人伝としての忠だ伝を批判した。さらに、イノウズの科学的な研究も進んだ。この分野においては、大谷のイノウたが圧倒的であり、昭和43年に、 東京地学協会で行われた講演において、保、竜、むつみは今日まで、ただたかの業績に関する科学的研究は、大谷氏のものが最後と言ってよいと発言するほどで、あった。しかし保竜は、この講演で、大谷の研究は、独断や誤解のみならず、考察の不十分な点が所々に発見されると、語り、大谷を批判した。一例として、井の渦における、 経度方向のズレに関する見解が挙げられる。大谷は、イノウズは、山村図法によって描写されており、その投影方法が間違っていたことが、経度方向のズレの原因の一つになっていると述べ、この地図投影方法を大失態と表し、ただおよ及び高橋か康を非難している。しかし保留は大谷に反論し、経度のズレについては、イノウズは、経緯線こそ、 山村図法と同じだが、地図自体は三村図法によって描いたものではなく、両者の違いが軽度差となって現れたためだと大谷の誤りを指摘した。そして、幕府の要求は、海岸線の測定などが主であって経線は重要視されておらず、当時の日本の研究水準などを考えても、このことについて、ただたかをことさらに非難するのは間違っていると主張した。 ホリュラの研究活動は、後の昭和49年に、井上忠敬の科学的業績としてまとめられた。また、千葉県は昭和48年、忠敬の手紙をまとめた、井上忠敬書状を出版した。井上久氏は、昭和52年、それまで小説に登場する機会がほとんどなかった、忠敬を主人公にした、小説。 4000万歩の男を週刊現代に連載した。井上がただたかに特に関心を持ったのは、隠居後に新たな挑戦を始める、一心にしてに生を得るという生き方だった。井上は平均寿命が伸びた時代において退職後の人生を送るにあたって、ただたかの生き方は手本になると述べている。このように高齢化社会という時代性から、 第二の人生を有意義に送った忠敬を評価するという見方はこの頃から広まるようになり、忠敬に対する人々の関心も高まっていった。四千万歩の男はその一つの要因と考えられている。このような忠敬の捉え方はその後も続き、忠敬は中高年の星、人生を二度生きた男とも呼ばれるようになっている。電電校舎に勤めていた渡辺一郎は、 仕事で日本地図を毎日眺めている間に、忠だ高に対して興味を持ち、そして国立国会図書館で井の渦を見て感激したことがきっかけで、忠だ高の研究を始めた。そして平成7年には井の歌ただたか研究会を結成した。研究会の活動などによって、1990年代後半から2000年前後にかけて、 ただたに関するイベントがいくつも開催された。平成10年4月10日、朝日新聞社は、創刊120周年記念事業として、徒歩で全国を回る、イノウウォークを主催すると発表した、イノウウただた研究会との共同開催。このイベントでは、ただたの測量隊が歩いたルートを歩くほか、拠点地で、イノウズの展示会などが行われた。 平成11年1月25日から平成13年1月1日までの開催期間中に16万人以上の一般参加者が参加した。また、平成10年4月21日から6月21日まで、江戸東京博物館において、井上うた展が開催された。この展覧会では11万1399人の来館者を集めた。一方、 忠高生誕地の九十九里町では、井上忠だ記念公園が整備され、忠だの銅像が作られた。沢原市においても、新しい井上忠だ記念館が建てられ、1998年5月22日に開館した。当地には、井上忠だ旧宅が保存されており、江戸時代の風情を残す沢原の街並みの一部をなしている。 井上忠た,た研究会がによる没後200年記念し、井上忠た,た日本列島を図る後編掲載の調査結果によると、井上忠た,たを検証する記念碑や案内板などを、北は北海道別海町から南は鹿児島県南種町まで190基以上ある。他にも、この時期に、忠だたが主人公の演劇、映画が公開されている。また、平成13年に、 アメリカで発見されたイノウズの写本などによってイノウズの全貌が明らかになったことにより原寸大のイノウズを並べて展示するイベントが開かれるようになった。イノウタダタカ会場引き縄測量の石踏み。タダタカ測量200周年を記念して2001年9月23日に建てられた。イノウタタカ銅像平成22年、イノウタタカ作成の地図や使用した測量器具。 関係文書など2345点が、我が国の測量史、地図史上における極めて高い学術的価値を有する、として、井上忠敬関係資料の名称で国宝に指定された。これらは、井上家に伝来したもので、香取市の井上忠敬記念館に保管されている。現在の沢原において、忠敬の名は、忠敬橋などに見られる。また、 原付きのデザインナンバープレートにも採用されている。現代における、忠敬の人物としての評価については、先に触れた二度の人生を生きたということのほか、渡辺一郎は、忠敬は才能こそあったものの、偉人や天才ではなく、普通の人だったと述べた上で、ただ、いささか好奇心が強く、懲り性で、根気が良い性格だったと評している。また、星野義久は、 愚直なまでの忍耐と努力を上げた上で17年にわたって愚直に測量を続けたことは公共性という観念もあったのではないかとして、ただたかの生き方を効率化や自らの利益が重視される現代におけるアンチテーゼとして捉えている。平成28年、井上忠敬研究会がただたかの測量事業において協力した各地の人物を公表した。これは 忠だの日記をもとに作成されたもので、忠だ没後200年の節目の記念行事を行う予定である。2018年にはバーチャルリアリティ作品、井の忠たの日本図が東京国立博物館と突版印刷により制作、上映された。1995年発行の切手地元などでは、親しみと尊敬の念を込めて、井の宇受けとも呼ばれている。 本段落の内容については、当時の複数の文献でも多少の差異がある。詳しくは、渡辺編、ピアニッシモ、76から81を参照。忠敬の文献としては、子孫に、金沢工業大学土木工学科客院教授の井上忠敏らがいる。菅野宮家は、井上家とは直接の血縁はないものの、菅野宮家の初代当主は、井上三郎衛門や二代目である。 ケイツネの5歳の連れ子であり、ケイフの支援で、菅宮家を起こしたと伝えられ、両家はそれ以来の深い関係を有していた P346 から347。シーボルト事件において、紅葉山文庫にある、イノウズを移させたことが原因で、何人か、罪に問われ死亡している。作者はただたか本人という説もあるが、小島和彦はこれに反論し、 息子の影高によるものではないかと述べている。ありがとうございます。